こんにちは、おひとりさまゆるゆるです。ダイヤモンドプリンセス号で行く9日間日本一周の旅、ここで食べた美味しいお料理をご紹介したいと思います。船の中でいただくお料理は基本的には朝昼晩すべて食べ放題です。寄港地でのお食事もお楽しみください。出港初日のランチからご紹介します。早めに乗船してランチをいただきました。こちらがデッキ14のホライゾンコートです。バイキングスタイルでのカジュアルな食事ができます。服装もカジュアルで OK です。こちらはドリンクコーナー。こちらにあるコーヒー、紅茶などは無料でいただけます。アルコール消毒の装置も置かれています。ミネストローネスープ、ちらし寿司があります。美味しそうなパンが並んでいます。こちらはチーズ、ハムなどオードブル系、生野菜のサラダコーナーです。フルーツもたくさんありますね。シーフードカクテルも美味しそうです。野菜料理も種類がたくさんあって美味しそうですね。トッピングもいろいろあります。こちらはお肉料理が並んでいました。こんな大きな肉の塊から取り分けてくれました。パスタも何種類かあります。こちらはちょっと不思議なうどん、後でいただいてみます。カラフルなケーキ、どれも美味しそうで迷ってしまいます。クルーズ初日のランチです。まだ出港前です。みなとみらいを眺めながらいただきました。初日のディナーです。レストランを予約していますが、少しバイキングも気になるので覗いてみましょう。ランチの時間よりも豪華なお肉があるようです。こんなに大きなローストビーフ、好きなだけ切り取っていただけます。こちらはムール貝です。その場で調理した熱々をいただけます。綺麗にデコレーションされたホールケーキも飾ってあります。プリンセスは本当にケーキが豊富ですね。結局アプリで予約しておいたパシフィックムーンで食べることにしました。予約しておいても15分経つと自動的にキャンセルされます。ですからその日の気分でコース料理を食べようと思っていたけれども、やっぱり今日は気軽にバイキングにしようというふうに予定を変更することもできます。昼間のうちからレストランの前などにメニューが掲載されています。何にしようか迷った時はメニューの左上のシェフのおすすめ、こちらから選んでもいいと思います。和食の定番メニューもあります。同席した日本人の方が食べていらして美味しいとおっしゃってました。飲み物について、スタンダードプランの場合基本コーヒー、紅茶などは無料です。その他の飲み物は有料になりますが、有料プランに入っていれば1日15杯まで無料です。プランは2種類あるので自分に合ったものを選んでください。メニューの中から何をどれだけ頼んでも無料です。
気分やお腹の空き具合に合わせて、前菜だけを何種類か頼むのもよし、メインを2種類3種類頼むのももちろん OK です。この日は前菜とサラダ、そしてメインには牛ヒレ肉の丸焼きを頼みました。ボリュームたっぷりで柔らかくて美味しかったです。お友達が頼んだのがマヒマヒの炙り焼きサルサ添えです。2日目は終日公開日です。朝昼晩船の中でいただきます。豊富な種類の焼き菓子やパンも美味しそうですが、カロリーの取りすぎに注意が必要ですね。こちらにはお食事用のパンが並んでいます。スムージー3種に野菜多めのプレートです。もちろんフルーツも、キウイは丸ごとです。ランチです。サバの塩焼きと冷ややっこをチョイスして、少しだけ和風テイストです。量が少なめだったのでラーメンもいただきましたが、ちょっと微妙な感じです。ディナーです。前菜を頼んだはずなんですが、動画に撮り忘れていました。こちらはお魚、そしてエビとホタテのソテーです。どちらも美味しかったです。デザートの名前を忘れてしまいました。ナッツバーとかなんとか言ったような気がします。とっても美味しかったので、ぜひ食べてみてください。名前をご存知の人がいたらコメント欄で教えてくださいね。3日目は長崎です。長崎市内でランチをいただきました。朝ごはんを取り忘れてしまったので、ランチの方からご紹介します。クルーズのみきこさんおすすめの高山楼です。長崎ちゃんぽんと皿うどんをお友達とシェアしました。長崎市を観光して船に戻りました。グラバー邸から見るダイヤモンドプリンセス号が素晴らしかったです。船に戻って小腹が空いたので、おやつを食べたいと思います。焼きたてのワッフル、トッピングも豊富です。焼きたてをいただけるのがいいですね。ワッフルに合わせてカプチーノをいただきました。ディナーの時間です。飲み物はゼロモヒートにはまってしまいました。ライムとミントでとっても爽やかです。前菜に牛たたきのカルパッチョ、イカの盛り合わせ、エアルームトマトのカプリーゼ、タラのチップ&チップス、冷製ガスパッチョ、デザートまでとても美味しくいただきました。4日目は釜山です。韓国料理楽しみです。今朝もホライゾンで朝食です。また少しゆっくり紹介します。毎日焼きたてのパン、本当に数が豊富です。いろいろな種類のハムが並んでいます。これはオートミールです。豆の煮物とポテトの入ったコンビーフハッシュです。フレンチトーストとパンケーキが2種類です。
ゆで卵にハッシュドブラウン。こちらはソーセージが2種類。そして目玉焼きです。スクランブルエッグとベックベネディクトもあります。卵料理が豊富です。ここは日本食が並んでいます。焼き魚に豆腐、大根の煮物、焼きそばです。こんなところに納豆が置いてありました。こちらはヨーグルトコーナー。何種類かのヨーグルトとトッピング用の果物やシリアルが並んでいます。フルーツはとっても豊富で毎食必ずいただいています。丸ごとフルーツはお部屋に持ち帰って食べても OK です。スムージーはミックス、スイカ、パイナップルの3種類です。調味料もいろいろ揃っています。生野菜も種類が豊富です。ドレッシングは5種類あります。こちらにはお魚が3種類あります。今日もヘルシーな朝ごはんをいただきます。釜山の街並みが見えます。今日は釜山でランチをいただきたいと思います。釜山の街を少し見学した後、韓国料理のお店に入りました。私は牛肉のチゲを注文。たくさんの小鉢が並んでいます。友達は冷麺をいただきました。熱々でとても美味しかったです。お肉もたっぷり入っていました。4日目の夜は有料レストランサバティーニに行きました。壁の絵が特徴的な素敵なレストランです。トリュフのアランチーニ、ライスコロッケです。ブラータカプラーゼ。このチーズがとろりとフレッシュで、今まで食べた中でも最高の美味しさでした。このエビのソテーも火の通り方が絶妙でプリプリです。イタリアンといえばパスタは外せません。トルッテローニとは詰め物をした幅広のパスタのことだそうです。こちらはリボリータという野菜たっぷりのスープです。添えてあるスティックパンとハーブ&ガーリックがおしゃれです。スカロッピーニとはお肉を薄くスライスしたお料理のことだそうです。量が多くてお腹いっぱいになってしまいました。あ、作ってくるね。スタッフの方が突然ナプキンを使って何かを始めました。インドネシアのネズミを作るそうです。高級レストランでありながらこんな気さくな雰囲気がいいですね。これは耳です。After? Usubu. Yes, Usubu です。Okay? Okay. これはネズミ、インドネシアネズミ。最後に4種のデザートの盛り合わせ。とっても満足のいくディナーでした。おやすみなさい。5日目は終日公開日です。
朝ごはん。オムレツコーナーでは自分好みのオムレツを作ってもらいます。中に入れるものを自分で好きなものを選びます。番号札をいただけるので席が決まったらその番号札をスタッフに渡すと出来たてを持ってきてもらいます。今日も野菜たっぷりのヘルシープレートです。ランチはプールサイドでいただきます。ハンバーガーとピザを食べられます。ランチをいっぱい食べて、この日は様々なイベントに参加しました。今夜はフォーマルデーのディナーです。エスカルゴです。とても美味しかったです。1回しか出なかったようなので、見つけたらぜひ食べてみてください。カニとエビのシーフードビスク。ランド&シーと名付けられたステーキとロブスターの一品です。この日はフォーマルデーの特別メニューでした。一皿は追加料金なしでいただけるんですが、もう一つ食べたいときは10ドル追加となります。気になっていた人気メニュー、チョコレートピスタチオドームを頼みました。上にマカロンが乗っています。ダイヤモンドプリンセスのスイーツはどれも完成度が高いです。6日目は小樽に寄港します。小樽の美味しいもの楽しみです。朝はデリバリーを頼んでみました。アプリで頼むとどこにいてもその場に届けてくれます。このサンドイッチがとても美味しかったです。ランチは小樽のお寿司と決めていました。地元の人に教えてもらった竹の寿司に伺いました。さすがのお味でした。今夜はホライゾンでバイキングディナーにします。ディナーはランチなどに比べると少し豪華なような気がします。豚の丸焼きがありました。野菜のグリルが美味しくていつもいただいてました。フルーツはスイカとメロンがいつもあるのが嬉しかったです。シュリンプカクテルに生ハムのタワー、メロン添えです。大好きなオイルサーディンがありました。盛りだくさんのチーズです。奥に大好きなブルーチーズもありました。もちろん生野菜もたっぷりです。そして手作りドレッシングが5種類あります。パンもたくさんあって迷ってしまいます。
シンプルなパンから甘いパン、おかずパンまで。ホライゾンでのバイキングのディナーもなかなか豪華です。7日目、最後の寄港地、函館です。初めてインターナショナルダイニングで朝食をとります。他の4つのダイニングは夕方5時からの営業ですが、ここインターナショナルダイニングは朝食もやっています。お魚の和定食を食べられます。いろいろな洋食のメニューも揃っています。今日の焼き魚定食はシシャモでした。焼き魚の他には卵焼き、大根おろし、味噌汁、小鉢、漬物にフルーツが乗っています。果物はちょっと小ぶりですが、もちろん追加で好きな果物を注文することができます。ご飯は普通の白米、おかゆ、オムライスからチョイスできます。納豆は追加注文しました。フレッシュオレンジジュースもとても美味しかったです。これは五稜郭で食べたウニです。船が泊まった港の真ん前が函館朝市です。美味しいと評判のチャムに行きました。中はとても狭くて満員ですが、少し待って入れました。海鮮丼を頼んだらこんなにたくさんの小鉢、どれもとても美味しかったです。熊の肉もありました。もちろんイカそうめんも外せません。私はマグロ、ウニ、エビの3種盛りにしました。ごちそうさまでした。箱根の夜景を見に行って、汽船が時間ギリギリになってしまいました。食事はホライゾンで食べたのですが、写真を撮り忘れました。ホライゾンは朝5時半から22時までやっています。20時を過ぎるとイベントのスタッフさんたちでしょうか、食べに来ていてすごくかっこよかったです。8日目、この日が最後の終日公開日です。この日も和定食にしました。今日はアジの干物です。ベーカリーがいっぱいというイベントがあるので行ってみたら、ケーキがずらりと並んでいます。ここのケーキ、すべてが食べ放題です。ランチを取りにホライゾンに行ってみたら、たこ焼き、焼きそば、とんかつなどもありました。今日のランチはいつもより少し控えめの食事に、たくさんのケーキです。甘さ控えめで日本人にも合うこのケーキ、美味しかったです。ダイヤモンドプリンセスで食べる最後のディナーです。スイカとフェタチーズ、ナスの田楽、カレー風味の冷たいパンプキンスープ、ダブルビーフコンソメ、チキンバルミジャーノ。このチキンが本当にジューシーでとっても美味しかったです。おすすめです。プリンセスラブボートドリーム、
可愛い名前のついたハート型の人気メニューです。いよいよ最終日、船から降りなくてはいけません。朝目が覚めたらもう横浜に着いていました。これが最後の朝ごはんです。毎日おいしいものをありがとうございました。ダイヤモンドプリンセス号のおいしい料理の数々、いかがだったでしょうか。クルーズの旅、おいしい料理を食べるということも大きな楽しみの一つです。皆さんもぜひお出かけしてみてください。この YouTube おひとりさまゆるゆるは、シニアの私が撮影から編集まで全て一人でやっています。もしよろしかったら登録、いいねボタンよろしくお願いします。とっても励みになっています。ではまたお会いしましょう。